ロサンゼルス・サンフランシスコ・ユカヤ、ベイカーッツ・フィールド・フレズノ・サクラメント・サンタ、ローザ・カリフォルニア州における人民、寺員関係知人民寺院は、1955年にアメリカが州国インディアナ州マリオン郡、インディアナポリスで創設されたキリスト教系新宗教。創設者及び教祖は、ジェームス・ウォーレン・ジム・ジ,ムジョーンズ。教団の正式名は、 People's Temple of the Disciples of Christ であるが、一般的には短縮系の People's Temple で知られている。ジョーンズは人民人を通じて人種平等の訴えに注力しながらも、その一方でキリスト教と共産主義や社会主義の考え方と組み合わせた自身のメッセージを広めるために教団を使った。なお、Temple of the People や People's Church といった 宗教団体、建築物が存在するが、人民寺院とは無関係である。人民寺院は、1978年11月18日に、南米、ガイアナでの惨劇で最も知られている。この惨劇では、実に918人もの人々が、人民寺院の開拓した辺境の町、ジョーンズタウンで、大量殺人、もしくは集団自殺によって、命を落としたのである。 同日にはアメリカ合衆国会議員のレオライアンとその代表団のメンバー4人がポートカイトゥマの空港で人民人信者によって斬殺されている。このジョーンズタウンでの惨劇は2001年9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が発生するまでアメリカ合衆国民の古殺において最多の被害者数を記録した事件であった。教団は1960年代に カリフォルニア州へと本部を移し、州内の複数の都市に支部を設立している。その中には後に本部が置かれるサンフランシスコも含まれていた。絶頂期においては、人民寺員の信者数は2万人、左派の政治家とのつながりもあると宣伝していた。インディアナ州インディアナポリスにあるジム・ジョーンズが初めて、勤めた、教会教団を設立する前、ジム・ジョーンズは、共産主義に魅了され、 アメリカ合衆国における共産主義者に対する嫌がらせにストレスを溜めるようになっていた。この事情と他の出来事も合わさり、ジョーンズに精神的着想をもたらした。彼は電気録音の中で次のように自問自答している。私は決意した。どうやって私のマルキシズムを実証するのかを。その考えとは、教会に潜入するということだ。だから私は、 意識的にその展望を調査する決断をしたのだ。ジョーンズは自身が共産主義者であることによる過激な反発を恐れていたが、メソジストの教区長は、ジョーンズが共産主義者であることを知っていたにもかかわらず、ジョーンズが教会に所属できるように尽力し、ジョーンズを驚かせている。1952年にジョーンズは学生牧師として、 ソマーセットサウスサイドメソジスト教会に所属するようになる。しかし、ジョーンズの集会にアフリカ系アメリカ人たちを参加させることを教会のリーダーが禁止したことが原因となって、ジョーンズは同教会の牧師を辞している。1954年に、ジョーンズはインディアナポリスのレンタルスペースで自身の教会の運営を開始した。設立当初の名前は、 コミュニティユニティチャーチであった。ジョーンズは以前セブンスデイバプテストによる心霊治療を目にし、このような心霊治療は人々を引きつけ収入を生み、ジョーンズの目指す社会を実現する一助になると結論づけた。結局、教団の財政が困窮しており、それを補填するためにも収入源を拡大する必要があり、ジョーンズと人民人信者たちは仕込みを行った。 心霊治療を行うに至った。これらの心霊治療には鳥の肝臓や他の動物の臓器が用いられていた。ジョーンズは肉体から取り除かれたがんに侵された臓器であると主張した。1956年、ジョーンズはインディアナポリス近郊の様々な人種の人々が住む場所に初めての教会となる建物を購入している。 ジョーンズはこの教会をウィングス・オブ・デリバランスと名付けた。ただし、同年終わり頃に、ピープルズ・テンプル・フル・ゴスペル・チャーチと解明している。ジョーンズが初めてピープルズ・テンプルのフレーズを使ったのが、この時である。ジョーンズの心霊治療と主張していた投資能力は、有心論者たちを引きつける結果となった。一般での認知度を高めるために、人民寺院は、 他のペンテコステ派の牧師と共に大規模な宗教、集会を主催した。この中でも、ジョーンズは自身の目指す社会を作り上げるために宗教を利用しているという事実をひた隠しにし続けていた。この集会は1万千人近くの参加者を集め、ジョーンズや他の説教者は心霊治療を実演していた。さらには個人情報を暴露することによって出席者に 強烈な印象を残した。この個人情報は日常的によく使う番号が使われており、例えば住所、電話番号、または社会保障番号のようなものが使われたが、実際には探偵を使うことで事前にこれらの情報は容易に手に入れることが可能だった。ジョーンズと人民人員信者はインディアナ州とオハイオ州を車で回り、信者と資金獲得を目指した。 人民寺院は、平等主義の理想を強調しており、信者たちには貧しい人々でも気兼ねなく、集会に参加できるように、カジュアルな服装で出席するように伝えており、恵まれない人々に避難所を提供していた。人民寺院信者に占める、黒人信者の割合は上昇の一途をたどり、当初全体の15%だった、黒人信者の割合は50%近くに達するまでになったが、 その中で人民院がアフリカ系アメリカ人の聖職者アーチー・イ・ジェムズを採用したことでこの傾向が強まった。牧師・イ・ジェムズはジョーンズによる社会主義共同体計画に最初に参加した人物であった。1959年人民院はディサイプルス派のクリスチャンチャーチに加入し名前をピープルズ・テンプル・クリスチャンチャーチフル・ゴスペルに改名している。 このクリスチャン・チャーチへの加盟は、減少していた信者数を上昇に展示させ、教団の評判を回復させるという二つ面で成功であった。1960年2月、人民寺院は貧民向けの炊き出しをはじめ、家賃援助、就業先の紹介、缶詰、衣類、そして冬用の燃料の無料配布へと、社会保障サービスを拡大していった。ジョーンズ夫妻自身も、 増大する炊き出しを助けており、1ヶ月で平均2800食を配布している。ジョーンズにインディアナポリスの人権委員会への参加要請があったことで、人民寺員の知名度はさらなる高まりを見せた。彼は人種差別のないビジネスを試みることを公に、約束し、多くのローカルメディアで取り上げられることになった。ジョーンズはファーザーディバインに関する記述を広く読み漁った。 このファーザー・ディバインはインターナショナル・ピース・ミッション・ムーブメントの創始者であった。ジョーンズと他の人民寺院信者たちはディバインのもとに何度も通い、ジョーンズはディバインの著書や説教のテープを学んでいたという。人民寺院はディバインの文章を信者のために書き写し、信者たちに性行為を慎み、用紙を取るように説教を始めている。1959年、 人民寺院のデラウェアストリート寺院での説法において、ジョーンズはディヴァインが用いたような炎を使った過微な方法を実践した。ジョーンズは集団の前で個々の信者に対して話を行う際には、穏やかな部分と語気を強め強調する部分を使い分けることで、信者たちを魅了した。このスピーチでは、我々対彼らという文句を基礎とした人民寺院の始まりでもあった。 ジョーンズは注意深く間を縫うように人民寺院の高齢者のための家を設立した。この設立の際にはカール・マルクスの豪太高齢批判より引用された各人は能力に応じて働き、必要に応じて受け取るというスローガンを元にしていた。ジョーンズはキリスト教徒の聴衆たちにはこの言葉が使徒原稿録に記述されたそれぞれの必要に応じて それぞれに分け与えられたと類似していると気づくと考えていた。ジョーンズはイエス・キリストが共産主義者であるという一説として何度も主張していた。ただし、ジョーンズはそれと同時に聖書のスーの文章に対して攻撃を加えていた。人民寺院は他の教会よりも多くを人々に要求するなど組織の強化を開始した。特に、 神への感謝の祈りやクリスマスの際には、地のつながった親族よりも、人民寺員の家族と共に過ごすように要求した。これは、信者を親族たちから引き離すための工作の始まりであり、信者の人生すべてを人民寺員の目指す、社会的、政治的なゴールへと傾倒させるためのものであった。ジョーンズは、社会主義集団の取り決めを提案し始めた。ジョーンズ自身は、 宗教的共同体主義と呼んでおり、その中では、人民人信者たちは彼らの求めるものを与える、教団と引き換えに、自身の重要な財産を教団に寄付する、こととされていた。人民人聖職者のイジェムスは、最初のこれに応じた人物の中の一人であった。人民寺院は、宗教と偽装されていたものの、アメリカ合衆国中西部の人々を共産主義者の、 理想に染め上げるような運はほとんどなかった。キューバのフィデル・カストロによる1959年のフルヘンシオ・バティスタ追放に感化され、ジョーンズは1960年にキューバへと渡った。そしてキューバの貧しい黒人たちをインディアナの彼の回収にすることを試みたが、この計画は失敗に終わった。人民寺院の宗教的なメッセージはこの時期に変わり始め、 無神論とジョーンズをキリストのような象徴的存在として扱うという主張との奇妙な折衷へと変わっていった。人民寺院の補佐官が私的に苦言を呈したにもかかわらず、ジョーンズはこの新しいメッセージは人民寺院の掲げる大義に対して信者たちが献身する心を育てるために必要なことだとして取り合わなかった。ジョーンズはこのような内容をほのめかす内容を 1970年代、中盤から後半に至るまで何度も言及していた。1961年、ジョーンズはシカゴが核攻撃にさらされるという現影を見たと発言した。彼はインディアナポリスも同様にして壊滅すると主張し、人民寺院は新しい本拠地を探す必要があると補佐官たちを説得した。1962年にエスクアイア氏が 核戦争が勃発した際に安全な9つの場所という記事を掲載した。この記事の中では、ブラジルミナスジェライス州のベロオリゾンテが最も安全な都市として記載されており、その理由はその地理的な特徴と待機条件にあるとしていた。ジョーンズは1962年から1963年初頭にかけてブラジルを縦断する旅行を行った。 リオデジャネイロに滞在している間、ジョーンズは寺院から資金を引き出そうとしたが、寺院側にはそれに応えるのに、十分な財力はなかった。ジョーンズの不在によって、人民寺院の財政状態は悪化していたのである。ジョーンズはブラジルで、人民寺院の聖職者となった人物をインディアナに送り、寺院の立て直しを図った。ジョーンズは1963年中に、 インディアナへと戻ってきた。ジョーンズは1960年代後半になるまで常々社会的福音の美徳について語っていたが、ジョーンズの語る福音が実際には共産主義であることを公にしなかった。1960年代後半になると、ジョーンズは人民寺員の集会で彼の首都社会主義という考えを公にするようになった。この考え方は、 様々な社会主義の考え方を緩く混ぜ合わせたものであった。この時期の間、ジョーンズは新しい人民人信者たちに精霊は彼らの中にあると説法を行っていたが、ジョーンズの治癒力は彼がキリスト革命の特別な兆候であると実物宣伝していた。ジョーンズはさらにアメリカが反キリストであり、資本主義は反キリスト教的システムであると説いていた。 ジョーンズは差し迫った核虐殺、そして神に選ばれた生存者たちが地球に新しい社会主義者の楽園を作ると説いた。1965年、ジョーンズは1967年7月15日に核攻撃が世界に起こるだろうと予言した。そして、ジョーンズは人民寺院はカリフォルニア州レッドウッドバレーに移転しなければならないとも予言した。ジョーンズは 1965年7月に約140人の信者を伴って、レッドウッドバレーに彼の教会を設立した。この地区の代表弁護士、ティモシー・ストーンが、この地区の人民人員の信頼性を大いに向上させ、急激に信者数を増やす結果となった。ジョーンズは伝統的なキリスト教を軽薄な宗教であるとあざけ笑うようになり、聖書は女性を支配し、 有色人種を奴隷にするための白人男性の正当化であるみなし、拒絶した。ジョーンズはザ・レター・キレットと題された小冊子を作り、寺院で配布し始めた。この小冊子では、ジョーンズが聖書内で否定的に感じたり、不条理、非道を感じた部分を指摘していたが、同時に聖書は素晴らしき真実を含んでいるとも述べていた。ジョーンズは神の教義とは、 愛と同等であり、愛とは、社会主義と同等であると説いた。彼は、聖書には、天の神か、盲金の神についての信仰しか含まれていない。それらは、神でも何でもないと述べていた。1977年1月に、インターナショナルホテルでの反立尻溶き運動に、参加する人民自認信者、レッドウッドバレーから床や地域における、拡大の限界を理由に、都市部へ、 教会本部を移動する戦略的な必要性があった。1970年に人民寺院はサンフランシスコとロサンゼルスでの奉仕活動を始めた。1971年、1972年にそれぞれの場所で拠点となる建物を建設した。1972年まで人民寺院はレッドウッドバレーを州全体の政治運動の 母なる教会と呼んでいた。当初からロサンゼルス施設の最も重要な目的は信者の獲得とカリフォルニア中からバスが毎週運行されるバス停の獲得であった。人民寺院はロサンゼルスに常勤のスタッフを配置し、各州でバスをロサンゼルスへと走らせるように変えた。ロサンゼルスでの堅固な集会出席者と集勤が 人民人信者への要求を膨張させることとなった。ロサンゼルスの施設はサンフランシスコのものよりも大きかった。この施設はアルバラド通りとフーバー通りの交点にあり、黒人信者が多数いたワッツとコンプトンからも容易に訪れることができる場所であった。ロサンゼルスとサンフランシスコへの信者獲得旅行は1970年代半ばまでに 数百から三千人近い信者を獲得するものとなった。後に人民人本部がレッドウッドバレーからサンフランシスコへと移転した際、寺院側は多くのロサンゼルス在住信者たちをこの新しい寺院本部へと移住させた。人民寺院の記述はジョーンズが寺院全体に独裁的支配体制を敷いていたと強調しているが実際には人民寺院は 信者間で不平等な政策決定力を持つ複雑な権力構造を持っていた。このような構造の中で人民寺院信者たちは知らず知らずのうち徐々に中国の洗脳から借用したマインドコントロールや行動変容技術にならされていった。寺院は人民寺院の離反者のような教団の敵による彼ら自身の危険に対する 心理的境界線を厳密に定義した。彼が信者獲得の中で求めた秘密事項と用心は信者数全体を減少させる結果につながったものの信者たちはジョーンズが究極の社会主義者であるという英雄史を増長させた。1970年代、人民寺院は社会主義モデルのためにより形式バッタヘラルキーを形作った。その頂点は教団の職員、 そして、人民寺員のために最重要機密を内密に行う、大学で教育を受けた確実に従順な8から10人の女性たちによって構成された、選ばれたグループであった。彼らは、必ず、目的は手段を正当化するという哲学に染められていた。この中で最も若い信者は、サンディブ・ロード賞であった。他の信者としては、キャロライン・レイトン、シャロン・エーモス、パティカ・ートメル、 テリー・ビュフォードがいた。このグループは、平等主義の教団にあって、エリート主義であると嘲笑の対象となっており、教団の秘密警察であるとみなされていた。人民寺院の計画委員会は、教団の理事会であった。この委員会の人員数は、50人から100人以上へと、急増した。一週間の間、委員会のメンバーは、レッドウッドバレーの様々な場所で会合を開いた。 それはしばしば夜明けまで続いた。この計画委員会は日々の協会の運営に責任を持っており、その中には重要な意思決定、財政的、法的な計画、教団組織の監視までが含まれていた。計画委員会は様々な他の委員会の上に位置していた。その中には多様委員会やマーテル委員会があった。多様委員会は アメリカ中の様々な場所から実在しない人物の名前を語って大量の手紙を政治家に書くという役目を担っており、マーテル委員会は離反者であるあるとジャーニーのミルズ夫妻に対する地下活動を行っていた。外部の人間に軍隊と呼ばれていた一般の信者グループは労働階級の信者によって構成されており、その70から80%が黒人であった。そのグループは 会合の席を用意したり、供物箱の重点、その他のことを担っていた。彼らの大半は、教団の反社会主義的アプローチに引き付けられていた。これは、人民寺院の政治的教育によるものと、人民寺院の非常に情熱的な集会が未だに、福音主義的信者たちと、黒人主義を保持していたことによる。ジョーンズは、何十人かのほぼ白人で構成された信者たちに、 囲まれていた。彼らは20人から30人ぐらいおり、法律、会計、看護、教育、音楽、経営の知識、能力を持つものであった。校舎のグループは、教団外の仕事によって得られる給金を教団に、上納するだけでなく、公的な関係や財務義務、さらには世俗的な雑用を担っていた。人民寺院は、 10から15台のグレーハウンドタイプのバスを使って毎週信者獲得と財政改善のためにカリフォルニア州の北部から南部まで信者たちを送り込んでいた。ジム・ジョーンズはいつも7号車のバスに乗っており、そこには時系団も同乗しており、保護鉄板で仕切られた特別な場所にいた。ジョーンズは信者たちに10万ドルから20万ドルの利益を得ることができない限り、 この旅行の工程に頭を悩ますことになると語っており、加えて、教団の目標は、年100万ドルの収入をこのバスによる勧誘で得る、ことであるとも語っていた。1970年代初めには、このバスを使ったキャラバンは、年4回ワシントン DC を含むアメリカ、合衆国中に向かうようになった。1973年6月には、会議員のジョージ・ブラウン・ジュニアが、 人民寺員についての長くて上長な説明を連邦議会議事録の中に記載している。1973年8月18日のワシントンポストは社説で660人の人民寺員からの訪問者はワシントン DC の敷地を約1時間清掃した後年間の観光客賞の受賞者であると述べた。教団はパンフレットを バスで移動したルートにある町々で配布した。このバンプレットは、ジョーンズの心霊治療の能力を自慢する内容が記載されていた一方で、教団の掲げるマルクス主義的目標については一切記載していなかった。滞在地の中には、ヒューストンやデトロイト、クリーブランドといった都市が含まれていた。教団の信者たちは、地元民であるかのように装い、様々な偽りの治療や、 典型の中で桜を演じていた。地元民の観覧者たちは、自分たちが、聴衆の中で少数派であることに気づくことはなかった。一週間で上納されたり治療代としての入金が、ロサンゼルスで1万5千ドルから2万5千ドル、サンフランシスコで8千ドルから1万2千ドル程度、あった。レッドウッドバレーの、母なる教会周辺からはさらに少額の収入しかなかった。 人民寺院は、さらにトゥルースエンタープライズを立ち上げた。これは、月に3万から5万通の手紙を人々に送る、ダイレクトメーリング部門であった。この手紙は、人民寺院のサービスを利用したことがあるか、教団のラジオ番組を聞いて、手紙を送ってきた人物に送られた。募金は、アメリカ合衆国大陸部は元より、ハワイ、南アメリカ、そしてヨーロッパから送金された。 冒険集金に加えて、寺院は、ジョーンズのローブの一部や、ヒーリングオイル、指輪、キーチェーン、ロケットペンダントといった小物の販売を行っていた。絶頂期には、送金額は、非300から400ドルに上っていた。この数字は、ジョーンズでさえも驚かすものであった。ジョーンズは、初期においては、自身をカトリックが、石膏の像を崇めるように自身を崇拝してほしく。 ないと信者に求めていたことから、信者たちに自分自身の写真を廃棄するように依頼していた。ジャーニーとあるのミルズ夫妻は、ジョーンズに人民人員の収入を増やすために性別され、祝福された写真を販売することを提案した。ジョーンズは、奴らはいつか郵便詐欺に自分自身を巻き込むつもりだろうとよくイラついていた。1973年、ジーンは、 ブラザーアフトレコーズを設立した。このレコード会社は人民寺院の大規模な人種混合の合唱団とオーケストラによるレコードを作成する子会社であった。人民寺院の2万人かそれ以上の信者がいるという誇張した主張に反してある文献では実際に教団に登録した信者は最多でも3000人前後であったとされている。しかしながら 教団が崩壊した後5000人の個人写真が人員の記録の中に存在した。公式な信者かどうかに関係なく、教団は登録された信者かどうかに関わらず、定期的に3000人の人々を個別にサンフランシスコの奉仕に連れて行っていた。政治家にとって特に興味のあることは2000人の人々を働かせたり、6時間の集会のためだけに、 サンフランシスコに集めることができる教団の能力であった。1970年代中頃までに、レッドウッドバレー、ロサンゼルスとサンフランシスコに加えて、人民寺院はカリフォルニア州の他数十の町に支部を設立した。ジョーンズはサンフランシスコ、ユカイア、ロサンゼルス、ベーカーズフィールド、フレズノ、サクラメントに言及していた。教団は、 大学授業プログラムのような部門やサンタローザ短期大学の寮を運営していた。同じ時期にジョーンズと彼の教会は町々の貧しい人々、特に人種マイノリティ、薬物中毒者、ホームレスを助ける活動によって評判を受けるようになった。そして人民寺院はカリフォルニア州の福祉システムと強いつながりを持つようになった。1970年代の間、 人民寺院は少なくとも9つの介護老人福祉施設、6つの砂糖屋施設、発達障害の人々のための国家に承認された40エーカーの農園を所有、経営していた。教団のエリート層は信者の保険金請求や法的問題、顧客保護グループのような効果的演技を担っていた。これらの理由で社会学者のジョンホールは人民寺院のことを カリスマの官僚主義であると述べた。これは、ジョーンズがカリスマリーダーとして方向付けられている一方で、官僚的社会法師組織として運営されていたことに由来している。1972年、サンフランシスコエグザミナー氏とインディアナポリススター氏に、レスター・キンソルビングによる人民寺員に関するレポートが掲載された。これが最初の公への暴露であった。 キンソルビングは、教団の取引、心霊治療の主張、ジョーンズの聖書を投げ捨てる儀式、この黒い本にあなた方は2000年もの間、押さえつけられてきたのです。これに力などないのです。といった絶叫等を、いくつかの側面からレポートを行っている。人民寺院は、エグザミナー氏に策を巡らし、車の中で、エグザミナーの編集者を怒鳴りつけたり、漁師に対して、 名誉毀損訴訟による脅しをかけたりした。両氏は7編の連載のうち4編のみで連載を中断した。これから少しして、ジョーンズはアメリカ合衆国憲法修正第一条を支持するという名目でカリフォルニア州の新聞各社に助成金の交付を始めた。教団からは何人か脱退者が出たものの、最も有名なものは1973年のものである。 最も若かった信者のうち8人、一般にギャング・オブ・エイトとして知られる信者たちが共に教団を脱退したのである。ギャング・オブ・エイトのメンバーは脱退の可能性がある信者に対して不吉な脅しがかけられていたことを知っていたため、ジョーンズが彼らを探すための調査団を送り込んで来るのではないかと疑っていた。この恐れは現実のものとなり、ジョーンズは複数の調査団を雇い、 中にはレンタルした飛行機から高速道路を調査するようなものまであった。ギャング・オブ・エイトは、重火器を積載した3台のトラックを監視されている国道101号線を避けてカナダに向かって走らせた。ギャング・オブ・エイトは、重火器をカナダとアメリカ合衆国の国境に持ち込むことを恐れ、その代わりにモンタナ州の丘陵地へと向かい、 そこで彼らの申し立てを記述した長い手紙を書いた。人民寺員元信者のジャーニー・ミルズは、後にジョーンズは30人の信者を自宅に招き、ギャング・オブ・エイトの離反について、我々の死と社会主義の持続のために、我々は我々自身を殺して、嫌がらせによって、現在においては社会主義グループが存在できないという記述を残さなければならない。と予言的に宣言した。 ジョーンズは人民寺院の計画委員会の会合で潜在的脱退者に対して脅迫をしながら拳銃を振りかざし激怒していた。そしてギャング・オブ・エイトをトロツキー派の脱退者や国家コーラ革命者であるとしていた。人民寺院はジョーンズが言及した自殺計画を実行しなかったが、その後の数年間疑似自殺儀式を行っている。 マーティン・ルー・サー・キング・ジュニア人道賞を受賞した、教祖・ジム・ジョーンズ。1977年1月、人民寺院はサンフランシスコへと本部を移転したが、都市での信者獲得へと回帰することができるようになり、加えて人民寺院が真の政治的特徴を示すために、より良い政治的センスを醸成することも可能となった。1976年春までに、ジョーンズは、 外部の人間からでも彼が無神論者であると公に認められていた。アメリカ合衆国内国際入庁が寺院の宗教税金控除について調査しているという寺院側の恐れに反して1977年にジョーンズの妻マーシーはニューヨークタイムズに対してジョーンズは新年マルキシズムを通じて社会変革を起こすというジョーンズの目標を 実現するために宗教などに誘惑されていないと述べている。彼女は彼は18歳の若者だった頃、彼の英雄である毛沢東が国境内戦でナショナリストを下した時、アメリカ合衆国で社会変革を達成する方法は宗教を通じて人々を動員することであると気づいたと述べている。彼女はジムは宗教の麻薬から人々を救い出すために宗教を 使っていると認め、私はこの紙に書かれた偶像など滅ぼしてやる。と叫びながら聖書をテーブルに打ち付けたことも同時に認めた。サンフランシスコへの移転に伴って、教団は信者たちが共同体で生活していることをことさらに強調するようになった。まず、子供たちの物理的規範を強調し、それから大人たちも対象となった。サンフランシスコの人民寺院は、 広範囲な調査を行って、新しい入信者を注意深く調査した。人民人員は、その明らかに政治的なメッセージによって、他の新宗教運動のほとんどとは、区別されていた。真の政治的なシンパシーは、多数の著名な政治家の支持を得るために、多数の投票を実現するという認識と、結びつけられた。ジョーンズがサンフランシスコへと移住した後、彼は、政治、 教団のような政治団体を増強する様に、法改正に興味があると知られるようになった。1975年に、ジョージ・モスコーニの選挙の新章に際して、人民寺院はボランティアや投票者を動員し、モスコーニはジョーンズをサンフランシスコ住宅公社委員会の委員長に指名した。ジョーンズや教団は、カリフォルニア州知事のジェリー・ブラウンや副知事のマービン・ダイマリー、 州会議員のウィリー・ブラウン、サンフランシスコ市長のジョージ・モスコーに、アート・アグノス、ハーベイミルクをはじめとする様々な政治家を支援していた。このうち、ウィリー・ブラウンは何度も寺院を訪れており、カルトに対する調査や疑いがかけられた後でも、公の場でも、ジョーンズの応援を行っていた。サンフランシスコの政治界隈の中で、ジョーンズの地位が向上した後、 ジョーンズとモスコーには、1976年、アメリカ合衆国大統領選挙前に、アメリカ合衆国副大統領候補者であった、ウォルター・モンデールに、サンフランシスコで私的に面会している。ジョーンズは、ファーストレディのロザリン・カーターに、様々な場面で面会しており、私的な夕食会にも参加したほか、カーター夫人と文通も行っていた。ジョーンズは、住宅での地位を利用して、 サンフランシスコのインターナショナルホテルからテナントの立ち退きに反対する闘争を先導した。教団はサンフランシスコのサンレポーターの発行人であるカールトングッド・レットと同盟を結び、この新聞においてしばしば好意的な記事が掲載されるようになった。サンフランシスコクロニクルのコラムニストハーブカニや他の地方紙やテレビ番組のレポーターによる好意的言及もなされた。 人民寺院には子供同様に老人の信者がいた。写真は反立尻ゾき運動に参加するヘーゼル・デー・シェルとマーク・フィールズ。ジョーンズがベエリアにおける求心的グループの心配をニーズ、解放軍を称賛し、そのリーダーがサンフランシスコの人民寺院の集会に参加したため、教団は警察の疑いの目を向けられることとなった。ジョイス賞の脱退から間もなく、 彼女の夫、ボブ・ヒューストンが死亡したことで、教団へのさらなる疑惑が湧き出てきた。教団とサンフランシスコのネーション・オブ・イスラムとの間の緊張が高まった後、その分断を修復するために、ロサンゼルス・コンベンションセンターで数千人が参加する大規模な霊的祝祭を開催した。参加者の中には、著名な政治家も含まれていた。教団は、 マスコミと同盟を結んでいたが、サンフランシスコへの移転は、サンフランシスコのマスコミによる監視に教団を晒すこととなった。ジョーンズと数千の教団信者たちがメディアからの調査に続いて、ガイアナへ逃げ出した後、市長のモスコーには、市長事務所から教団への調査を行わない旨のプレスリリースを行った。この時期の間、ハーベーミルクは、 人民寺院の政治集会で講演しており、調査が始まった後には、第39代大,大統領のジミー・カーターへ、ジョーンズを称賛し、ジョーンズタウンから親類を連れ戻そうと試みている。人々のリーダーは、抗眼無知な嘘をついているとの書簡を書き送っている。ジョーンズタウン・ジョージタウン・ポート・カイトマガイアナにおける、人民寺院の関係地1974年に、 人民寺院はガイアナで土地を借り受ける契約を結んでいる。この土地に作られたコミュニティは、ピープルズテンプルアグリカルチュラルプロジェクト、非公式にジョーンズタウンと呼ばれた。1977年初頭には50人程度の移住者しかいなかった。ジョーンズはジョーンズタウンを社会主義者の楽園であり、キンソルビングの記事に始まるメディアの調査からの聖域でもあるとみなしていた。 元信者のティム・カーターはジョーンズタウンへ移住した理由を74年私たちはアメリカ合衆国でファシズムが蔓延するのを目の当たりにしたと述べている。カーターは巨大化した企業や多国籍会社は政府の中で影響力を増しアメリカ合衆国は人種差別国家であると説明している。またカーターはガイアナが選ばれた理由としてガイアナが 社会主義国家であり、南米で唯一英語が公用語であること、そして教団がガイアナを教団の黒人信者たちが平和に暮らせる黒人国家であるとみなしていたことなどを挙げている。1977年、元信者の告発によってメディアからの監視がさらに強まったことは、ジョーンズにさらなる圧力を加えることになった。具体的にはニューウェストマガジン誌に掲載された。 マーシャル・キルダフによる記事が挙げられる。このニューウェスト・マガジン誌が出版される前に、編集者のロザリー・ライトはジョーンズに電話をかけ、その記事を彼に読み聞かせた。ライトは、カリフォルニア州知事から我々が受け取った、用語の手紙や、他の人々からの受け取った手紙から、出版前に、このような行動を起こしたと説明した。この記事での主張を電話で聞いている間、 ジョーンズは部屋にいる人民人信者たちに書き付けを書き、我々は今夜立たねばならない。ジョージタウンへとといった。ガイアナへと逃れたジム・ジョーンズは、教団信者たちに彼に続くように呼びかけた。1978年終わり頃までに、ジョーンズタウンの人口は900人を超すまでに増大した。ジョーンズタウンへと移住した人々は、南国の楽園。 想定された外界の邪悪から自由となることが約束された。1978年11月17日、カリフォルニア州第11区選出のアメリカ合衆国会議員のレオ・ライアンが教団による人権蹂躙の調査のためにジョーンズタウンを訪れた。この訪問の間、何人かの人民人員信者がライアンにジョーンズタウンを離れたいと申し出た。 そしてこの信者たちは11月18日の午後、ライアンに同行し、ポートカイトゥマの空港に向かった。そこで彼らは人民寺員の受刑団によって襲撃された。ライアン、3人のジャーナリスト、1人の教団離反者が殺害された。銃撃が開始されてから数秒の映像がボブ・ブラウンによって撮影されていた。彼はこの襲撃で殺害されたジャーナリストの1人であった。 11月18日夕方、ジョーンズタウンにおいて、ジョーンズは集会を開き、ブドウミのフレーバーエイドとシアン化物の混合飲料を飲ませた。人民寺院の建物全体で914人が死亡し、うち276人が子供であった。この集団自殺は現代における同様の惨劇の中でも最大規模なものであり、2001年9月11日に、 アメリカ同時多発テロ事件が発生するまでアメリカ合衆国民の枯殺において最多の被害者数を記録した事件であった。この人数には同日夜にジョージタウンの人民人本部で死亡した4人も含まれている。人民人員のサンフランシスコ本部は全国メディアやジョーンズタウンの犠牲者の親族に取り囲まれた。この出来事はギャラップによる調査によれば アメリカ史の中で最も知られている出来事の一つであり、タイム史を含む様々な雑誌の表紙や数ヶ月間新聞の一面を飾ることとなった。加えて様々な雑誌の取材によれば、ジョーンズタウンでの集団自殺の後、アメリカ合衆国で生存していた信者は、ジョーンズタウン生存者のテロ組織による攻撃対象になるという危険性を公表した。同様に、 1979年に AP 通信はアメリカ議会補佐官の証言として120人の白人ジョーンズタウンからの洗脳された暗殺者たちが殺害の指示が出るのを待っているという記事を掲載した。人民人会員のマイケル・プロークスはソビエト連邦共産党に人民人員の財産を詰めたスーツケースを運ぶ命令を受けていたが、 ジョーンズタウンでの集団自殺から4ヶ月が経過した1979年3月に自殺した。この自殺の数日前、プロークスは30枚に及ぶ人民寺員について書き残した書き付けを数人の人物に送っていた。コラムニストのハーブ館はサンフランシスコクロニクルのコラムの一部を再印刷した。プロークスはモデストのモーテルの部屋で記者会見の準備を行った。 この記者会見には8人の記者が参加し、プロークスは声明を読み上げた。彼は自身の弁明を行ってからトイレに立ち、そこで頭を打ち抜き自殺した。この3時の前、人民人信者のパウラ・アダムスは、ガイアナのアメリカ合衆国大使、ローレンス、ボニーマンと恋愛小説的な縁で婚約していた。アダムスは後にマンと結婚した。 しかし1983年10月24日、マンはアダムスと自身の子供を射殺した後、自殺した。教団離反者のハロルド・コーデルは、この集団自殺で教団に残っていた家族20人を失っている。同じく教団を離反したボグ一家は、彼らの娘、マリリーを失い、別の離反者、バーノン・ゴスニーは、息子のマークを失っている。 人民寺院の集団自殺は世の中の人々にすべての新宗教が破滅的なものであるという認識を深く刻み込むこととなった。ブライアン・アール・ウィルソンはこの認識に対して実際にこのような出来事を引き起こした宗教団体は人民寺院とブランチ・ダ・ビディアン、太陽寺院、オウム神理教そしてヘブンズ・ゲートの5つに過ぎないと指摘している。 1978年の年末、人民寺院は破産を宣告され、その資産は犯罪人の手に渡った。民事訴訟の面では、1978年12月4日に、教団法人の弁護士、チャールズ・ゲイリーが人民寺院の解散を申請した。この申請は、1979年1月に開かれたサンフランシスコ上位裁判所で承認された。 少数の人民人信者がガイアナに残り、1979年5月まで残務整理を行ってからアメリカに戻った。ロサンゼルス、インディアナポリス、そしてレッドウッドバレーにあった教団の建物は手をつけられることなく、そのうちいくつかは教会の集会に使われていた。セントラルスパニッシュセブンスデーアドベンチスト教会は、 現在、もともと人民寺院のロサンゼルス支部のあった建物に置かれている。人民寺院のサンフランシスコ本部があった建物は、1989年に発生したロマプリータ地震で崩壊し、現在ではアメリカ合衆国郵便公社の建物が建っている。アメリカ合衆国会議外交委員会は、5000ページに上る人民寺院に関係するとされた文章を保有している。 情報公開法によって30年の間に複数の人物からこの情報の情報公開申請がなされたがいずれも却下されている。ありがとうございます。